タガラスから見た、ヤシロ湾ヤシロから見た、ヤシロ湾、ヤシロ湾は、福井県小浜市の湾で、若狭湾の市湾。東側に突出する黒崎半島黒崎から、西部の内富半島小ボラの花により、若狭湾と区切られる。若狭湾国定公園の一部、小浜市北部のリアス式海岸で、背後の山地がそのまま岬や先を形成している。昔は、急峻な陶が連続し、 船での往来が主であったが、現在は湾岸を国道162号が数本のトンネルでつなぎ走る。若沢に突出した国道162号植味トンネルから四死が先までの小規模な岬である。最高標高は240メートル、八代湾と石見湾を形成する。四死が先の西に黒崎があり、半島の名はこの黒崎から名付けられた通称タガラス半島。 小浜市大浜には、国立若狭湾西少年自然の家がある。半島を一周する道路はなく、植民トンネル開通以前は、中部北陸自然歩道だけが唯一半島を横断していた。二条院さぬきが潜在衆で、我が袖は潮干に見えぬ沖の石の人こそ知らね、川熊も、なしと読み百人一首第九十二番下に選定され、 小浜下ガラスが二条院佐抜の父源、よりまさの所領であったことより、この沖の石が黒崎半島の黒崎にある岩礁であると由来されている。沖の石については、宮城県の沖の井ほか、滋賀県等にこの歌の石であると伝承されている。多くの岩礁を有し、変化に富んだ海底や若狭湾からの海流の影響により、多数の魚介類が生息し、 漁業が盛んであるとともに、多くの釣り愛好家が訪れている。また、湾内には、トラフグの養殖が盛んであり、陶器の観光客向けにフグ料理を出す民宿が多い。静かな入江には、漁港と小規模の海水浴場が多数点在する。ありがとうございます。